あ、ごめんなさい、ちょっと場所変えちゃって。はい、大丈夫です。友達が…友達ですか？あ、違う、ヘイジェルさんです。あ、そうですか。私今日どうしてもこれを見せたくて説明だけして帰ります。いいですか？あ、はい。これみんなでお揃いのものを作って後半に作ってるんですよ。あ、あ、そうか、今保釈中です。保釈中。もうすぐ須藤さんは麻薬の密輸で捕まったんですよね。そうです。ってか捕まったのか、捕まる？もうすぐ刑務所に行きます。はあ、刑務所にいつ行くんでしたっけ？まだ判決が出てないんですけども、判決が出た瞬間にもうガシャーンってなります。今回の動画は人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。出演者大募集、概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。ネイキッドロフト横浜さんにて12月29日19時半トークライブを行います。さらに福岡スクエアガーデンさんで1月13日もトークライブを行います。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。全くそんなそういう闇社会の人間に見えないんですけど。そうなん、人は見かけによらずみたいな。密輸ってことだから、はい、海外から日本に。あ、そうです。下ろしてたってことですか？そうです。結構海外に仕入れるところがあって。あ、それがバレたってことですか？そうです。今回ちょっと調子に乗ってたっていうか、はい、思い上がってたんですね。下ろし先は基本的に闇社会っていうか反社に下ろすってことですか？そうです。おお、暴力団とか、まあちょっとハングレチックな人、まあ、団体に下ろす、まあ、そうですね、下ろすってことですか？そうですね。そういう人たちだから普通に繋がりがあるってことですね。いや、もう本当に、まあ、私年齢今49歳なんですけど。え、49なんですか？あ、そうです。え、49ですか？本当です。なんか やってるんですか、そういう、なんかハイプとか、はい、そういうのですか？美容系。美容系。ただ今収監されてたんで、ずっと交流されてたんで、はい、その間は何もできなくて。はい、僕36なんですけど、もう同い年ぐらいって言われても全然信じるっていうか。 ありがとうございます。いや、もう昭和49年生まれで。マジですか？はい、18歳ぐらいからもう歌舞伎町とかで、だんだんそういう悪い方に悪い方になってってっていう人生ですね。すごい。捕まったら何年刑務所にいるんでしたっけ？ですね、今休刑7年出てます。なので判決6年とか分かんないし、もしかしたらそのまま7年かもしれないし、ちょっとこうあります。あ、そうなんだ。はい、すげえですね。ちなみにじゃあ麻薬密輸歴、密輸歴ですか？何年ですか？密輸歴で言いますと2018年ぐらいからやってたかな。おー、じゃあ5年ぐらいですかね。まあその前とかの密輸じゃなくて、だんだん気が遠くなっていくんですよ。あー、その段階があって、普通にこう小売人みたいなのからもスタートして、30歳で一回売人活動でどんどん成り上がってって、家も買えたんですよ。ほうほう。そっからちょっと普通の生活みたいになるんですけど、やっぱりお金なくなったりするとどうしても、今ちょっと反省は入ってるんですけど、楽な方っていうか。はあ、やっぱちょっとスリルがもともと好きっぽいですよね、私は。はあ、はい、友達とか全くそういう人たちじゃなくて、自分だけがちょっと変わっててって感じで、だからもう今回のことももうみんなびっくりって感じで。マジでっていう。そうです、そうそうです。そんな感じになってんの？ちょっと海外行ってくるみたいな感じだったんで、ずっと。へぇ。あと向こうの国で、他の国にも卸す仕事があって、そういう人材派遣みたいなので、息子がいるんですけど。子供ですか？あ、そうです。24歳、もうすぐ25になるんですけど、の、まあ、知り合いとかを紹介してもらったりとかして、で、その、国にこう行ってもらって、でそういう海外の薬物をキャッチしてもらう。家族ぐるみで倍にやってるんですね、じゃあ。やってましたね。もともとそういうふうにはさせたくないと思ってたんですけど、なんだろう、 DNA 的なもので、自分がその歌舞伎町とかに近づけないようにと思っても勝手に行って、もう勝手に悪さとかしてた子なんで、
たまたまなんか同じようなことしてるならじゃあなんか人材いるみたいな感じですね。じゃあ手組もうかみたいな。そうですね、そうですね。え、この5年ぐらいで麻薬の密輸だけでいくら稼いだんですか。はい、いやそんなにでもね思ってるほど稼げてはいないかもしれないです。でも1億を言ってるんですか。もう1回30歳ぐらいの時もまあ億とか普通に1年ぐらいで行ってるし、結構めちゃめちゃ稼げてるじゃないですか。じゃあいやでも支出も多いから今あの捕まって弁護士費用とかもあるし罰金も来てるし、あなんか失う代償の方が大きかったです。いやそれはそうでしょうね。社会的にもちょっと抹殺されてる感じになったので。はあ、いくら稼いだかって教えてどうですか。何億だろう、3億円ぐらいですかね。でもはあ、まあでもまあ海外に行く支出とかもあるから。そうそうそうです、そうです、向こうで経費もかかってるし。そうですそうですそうです、そうです、滞在費とか向こうの。そうです、うん。ちょっとじゃあそのいつもひたすらね今に至るまで聞いてくっていうのがこのチャンネルなんで、はい、まず出身はどこなんですか。東京都の生まれで横浜にずっと住んでたって感じです。親もそういうちょっと不良というか悪い人ですか。うち親は、まあ、お父さんがはっきり言うとアル中で、まあ、お母さんがちょっとパチンコ依存症みたいな感じだったから、まあ、幼少期は割とだから機能してない家族って感じではあります。機能不全家族、まずそれですよね、うん。え、じゃ家もお金ないって感じですか。ちょっとアル中とパチンコで、すごい貧乏育ちだったんで結構ハングリー精神があって、まあ、そのお金稼ぎたいみたいな気持ちはすごいあったんで、で、まあ、息子生まれてからもシングルで何とかしなきゃみたいな気持ちがやっぱりそういう活動をきっかけみたいに。貧乏具合だってどんな感じですか、その幼少期の。貧乏ぐらいですか。もういつも電気とかガスとか止まってる感じで、なんか借金取りとかも来てる感じですね。え、飯は？ご飯は？いやもう質素ですよね。もうなんだろう、お弁当とかちょっと恥ずかしくて開けれないようなやつ、なんか開けたらなんかご飯にバーンってこうかき揚げがポンって乗ってたりとか、パッて隠したからやつ、うん、あもうだからそのタコさんウィーナーとか、そうそうそう、カラフルなやつがちょっとないなっていうのは。へー、え、で、ぐれるんですか、中学校とか。いや、割とそれが、あの、高校までが真面目な学校だったんで、そこはなんか、普通に割とそうでもなかったんですよ。ちょっとそういう不良犬と友達と遊んだりはしたんですけど、短大までは、あの、行けたんですけど、そっからもうお金ないって言われて。ああ、で、短大がしてくれたんですね。そうなんです。どうやって工面したかちょっと記憶不明なんですけど、短大のお金だけは、ただもうお父さんとか自己破産でしたし、もうそこからすごいお酒びたりになってもう全く働かない。もともとあんま働いてる姿あんま見てなかったって感じ。なんか酔っ払いながら出勤してたって感じだったんで。なるほどね。そうか、そんな人で。え、それで、短大までは行ったんですけど、はあ、あの次の学年のもうお金払えないって言われたんで。ああ、じゃあ短大1年で中退。そうですね、はあ、その闇の社会と交わるのはいつからですか。あ、もうだからもう高校卒業したぐらいからもう始まってますね、だんだん。もう、どこ、まず何、まず入り口は。入り口はやっぱり覚醒剤、当時ディスコだったんですけど、はあはあ、クラブではなく、その時あるよみたいに言われて、なんかオレンジジュースになんか入れてくれて、うん、覚醒剤を。そうです、そうです。で、うん、飲んで全然わかんないって言ったら、なんかちょっと追加してくれたら、もう宇宙旅行みたいに足がもうめっちゃ軽いみたいになって、へ、そっからちょっと短大の友達も誘ったりして、ほうほう、で使い方よくわかんないから、なんか歯茎に塗ったりとかしてましたね、その時は。へすげえ、覚醒剤オレンジジュースで混ぜて飲むなんて。そう、それがなんか最初の入りだったんですよね。で、やっぱりそういうことをして覚醒剤ちょっとハマってしまいましたね。それでもバレなかったですか、覚醒剤やってることは。バレました、捕まりました一回。あ、捕まったですか。捕まってます。21ぐらいの時に捕まってます、20歳。あ、結構すぐ捕まりますね。捕まりました。なんか歌舞伎町当時歩いてれば売人に当たるぐらい、昔の歌舞伎町って今と全然違くて、はあはあ、すごい あちこちにこう人が立ってるんですよ。そのなんかしゃぶ中の人しか夜いないんじゃないかぐらいの、まあ、そんな感じだったんで。もう90年代前半はそんな感じなんですね。そうなんです、そうなんです。
ちなみに捕まるのは、もうじゃあ普通に職質されてってことですか？あ、それがですね、歌舞伎町で遊んでた友達と一緒に、はい、仲良くなった女の子が、そのなんか芸者の、はい、あのおばあちゃんが置き屋をやってるっていうの でそこに行って、ほうほう、そこのなんかお風呂場で2人でなんか覚醒剤炙って、でお風呂にバーって入って、そのパケを残していったら、普通に伊東警察にあの通報されました。へえ、なるほどね。そうか、それでおしっこ出せって言われて、で友達の方未成年だったんで、なんかもうすぐ出して寝てるよって言われたけど、なんか私も知識を聞いてたんで、なんかそのおしっこを出したらアウトだって、それで朝まで粘って、取調べ室のゴミ箱に、なんか昔は割とその自由っていうか、その警察が一対一でずっと見張ってる感じじゃなかったんで、いつまでもおしっこ出さないからこいつと思って、出てった瞬間になんかゴミ箱におしっこシャーとかしたりして、それで逃げれるかなと思ったんですけど、朝になったら普通に令状が来て、で普通に出したら普通に陽性でした。へー、なるほどね。1回目はそんなに刑務所に行くとかじゃないですか？あ、そうです、そう、最初執行猶予で出てきて、はあ、なんです。そっからでもまだ捕まったことがあり、服役もしてます。ちなみにその時はまだ使う側だけですか、売人はやってないですか？あ、もうね、ちょこちょこスタ芽生えてますね。そのくらいから、その周りのその歌舞伎町の人たちがどうやってそのチャブを自分たちがお金をかけないで使ってるのかっていうのを見てたんで、うん、へえ、そっか、売っててその余った分を自分で使えばいいんだみたいな、うん、そう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 、そういうシステムが浮かんできて、それがだからどんどんステップアップされていく感じですよね。へえ、それでとうとうヤクザの普通に事務所とかに1キロとか卸しに行ったりとか、一人で中華街横浜の中華街とかに昔あったんですけど、その頃はなんかもうどうなんでしょうね、ドーパミンが出てる状態だから、あんまり怖いとかそういうの全くなかったですね。おしこゆちょとかにも関係なかったです。はぁ、あ、もう隠すでやって、あ、もうやったりしてましたね。はぁ、あ、え、で2回目捕まるのはいつだっすか？2回目捕まるのは27歳の時ですかね。おじさん、執行猶予外れてるんですか？執行猶予外れてます。なんかその辺気をつけてたつもりでいたんですけど、はあはあ、でじゃあ毎回そんな刑務所に服役しないで済むんですか？いや、してます。ちゃんと服役も和歌山刑務所行ってます。本数はいつの時？和歌山刑務所行ったのは平成20年。おお、16年ぐらい前ですか？そうですね、そうなんです。そうか、それは何年いたんですか、刑務所？2年半の実刑なんですけど、まあ、仮釈もちょっともらえたかなって感じで。ああ、じゃあちょっと2年ちょっとで出てこいみたいな。そうですね、中国でも捕まってます。へえ、ちょっとじゃあ、どうしようかな。普通 20代でも子供産んでるってことですよね？そうなんですよ。で、その時はもちろん子供産む時なのでやめれたんですね。お腹に赤ちゃんができて。安覚醒剤はね。それ相手どんな人だったんですか？あ、ガチガチのヤクザですよね。その頃はもう売人しかやってない？いや、その頃結構プラプラもしてましたね、まだ。でも子供生まれてからそのお金みたいな感じにはなってくんで。あ、なるほど。まず女子大生キャバクラみたいなのから歌舞伎町にこうデビューしてって、それでなんかその仕事をしながら、まあ、夜とか遊んでると、そうやってまあ売人の人とか、そっち側の方がなんか楽しいなみたいに流れてっちゃったとこはありますね。はあ、うん。で、その間にヤクザの人と出会うんですか？出会いますね。それ好きだから子供できたって感じですか？それともなんとなく？なんとなくはありますよね。その人がでも逮捕状出てて。え、逮捕状出てる時にしたセックスなんですか？そうなんのかな。はあ。それで一緒に逃亡しなきゃいけないんですよ、お腹大きい時に、はいはい、で逃亡先のとこに子供を産みに行こうと思ったら逮捕状が相手出てるからダメだって言われて、で私出産予定日にその時お金なかったんで高速バスに乗って、はい、もうちょっとその時まあ親まだ健在だったんですけど、めっちゃ心配してましたよね、予定日にこんなお腹が大きくて、うん、しかも2500円とかのバスに乗って。はそれでなんかその実家で産んだんですか？いや、東京の病院で産んだんですけれども、ずっとその妊娠中も本当は検診とかあるじゃないですか、はいはい、それ行くのに5000円かかったんですよ1回、はいはい、それがやっぱ実費でそのお金がないから、はいはい、1回しか入れなかったですもんね。
はあ、そういう状態だったんで、その実家に頼めることはできないと思って、うんうんうん、で1年ぐらいはその自分で頑張るんですけど、さすがに自分も熱出して子供も熱出してってなった時に、もうちょっと親に助けてって言って、はあ、まあ、それがきっかけで、まあ実家と仲良くなった時に、なんか子供を産んで、その親のありがたみがやっと分かり、うんうん、で、うち親貧乏だから、なんとかお金を稼ぎたいっていう思いが出てきて、で、それがどうしてもその、倍を、その、下積みをステップアップしていくんですけど、最後そのキロで、ヤクザ事務所に下ろしたりとかするようになっていて。はぁ、まず売人の世界でステップアップしていくっていうのは、じゃあ女のヤクザに入ると、女性として。いや、そうなんでしょうね。まあ、構成員ではないですけど、なんか一応肩着は肩着なんですけど、女だからバレにくいみたいなので結構重宝されてたとこありますよね。へ、結構男女でいると職質されないとかあるじゃないですか。そのやっぱ危ないものとかだし、タクシー移動してたんですけど、うんうんうん、配達は。あ、子供できてからは、まあ、自分も時々はやるけど、基本的には売る専門とか。あ、そうそうです。やっぱもうそっちの方がなんかもう楽しいっていうか、お金稼げることとか、うん、なんか達成感みたいなのがあるんで。まず、当時はだから仕入れて売るってことですよね。そうです、そうです。まずどこから仕入れてるんですか。最初だから、最初10万円分、当時安かったんで 10g スタートぐらいから始めて、 10g をまずどこから買ったんですか。あ、もうその時からもうそのつながりがあるじゃないですか。その歌舞伎町とか池袋とかにもあったんですけど、つながりが、はいはい、で、まあ普通にサクッと買う先はヤクザ、それとも。あ、そうです、そうです、そうです。あ、ヤクザの人から10万円譲ってもらって。やっぱヤクザが一番原価安いっていう、私思ってるんで。へえ、ヤクザから10万で買いで、誰に言うんですか。あ、それはもうその時遊んでた周りとか、あと、はあ、どんどんいろいろ見つけていきましたね。なんかで、だんだんまとめて買ってくれる方がお得だって、やっぱ楽だしリスクも少ないしっていうので、それで最後の方とかだから、イラン人とかへーに下ろす。なるほど、ヤクザから買い、イラン人に下ろすんですね。それがいい。へえ、まず 10g で10万円で買ってたじゃないですか、最初の頃。 10g で、違う、 30g ぐらい買ってます。 30g で10万円、結構バラバラなんですよね。それを 30g で10万円で買うじゃないですか。はい。で、それじゃあ何グラムに分けていくらで売るんですか。あ、それは10万円で買ったら30万になるぐらいにしてて、こう玉転がしのように。なるほど、 30g 分を30万円で売るんですね。そうそうそう。へえ。で、ある時その池袋で、その自分がお金ない時とかに1万円分くださいとか言ってた人がめちゃくちゃ出世してたんですよ、売人として。そう、うん、なんかこの前あの殺人で捕まってたんですけど。え、はは。ほうほう。出世してて、どうしてって聞いたら、いや、ちょっとまあ、スノーさんももう1年ぐらいやれば、まあ、こんぐらいいきますよみたいな、奥1年やる、真面目にやればって言って、でそれがもう本当にあちこちで幅広くやってた売人の人で、よし、じゃあ1年真面目にやろうと思って、倉庫版から始めて、その人の倉庫版から始めて。ほうほう。で、倉庫ってまずどこなんですか。あ、倉庫っていうのはもう安定させないように、 あちこちホテルを転々とするんですよ。割と高級なホテルの方が見つからないっていうのがあるんで、もう毎日その係もやってましたね。ネット予約係みたいな。あ、なるほど。じゃあそのリッツ・カールトンみたいな。そう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 。とかだから、やり取りとかも正直もう暴露しちゃうと、そういうところとかの方が取引を見つからないから。え、じゃあそういうところのなんかラウンジというか、いや、普通に部屋何個か取って、へ、フェイクでこう1個の部屋でやってとか、そんな感じ。すごい、そこに呼んでね、買いたい人を。そうです、そうです。でもお金現金バンバンって交換じゃないとやらないんで。はあ。もうみんなゼロハリバートとか。へえ。でも倉庫版から始めて。あ、そうです、倉庫版出身でどんどん成り上がっていくて。倉庫版の次はどんな立場ですか。倉庫版の次は、まあ1キロの配達やってくれって言われて、はいはい、あ、分かりましたみたいな。へえ。で、そう、背中に5キロとか背負ってたこともあります、リュックで。そう、こんな顔のパッと見なんか少女みたいな人が5キロから背負って。そうなんですよ。でそれタクシーで移動するんですか。それタクシーでも移動するんですけど、まあ、タクシー待ってる間は普通にぶら下げてますよね。結構街中歩いてるんですよ、それで。赤坂とかいましたね、シンプルに。
子供のためだとか家族のためだとか思いながら、そういう思いでやってましたね当時は。で倉庫から運ぶ人で、他に売人専門の組織の中でいうと役回り何があるんですか？あとの役割って言ったら、そう測ってとかありますよね。ちゃんと測って分けるってことですか？そうそう、あとちゃんと中身確認とか、あとお金はもう数えるのが大変だから機械でバーって数えて。はあ、中身確認はどうするんですか？中身はやっぱすごい大事なことなんで、そのやっぱその商品として価値がハイグレードだとやっぱ価値がある、うん、でやっぱり物が悪いと値段が下がるっていうのがあるから、見た目とかででもだんだん慣れてくると、もう見た感じとか匂いとかで分かるんですよ。へえ、これいい悪いが、物がいい悪いが見て匂いとか、まあ大体みんな確認でこう一回ね、こう火に通してこう固まり具合とかを見たり、シャブのその良さとかをそうやって判断したり、あとはまあコカインとかもそうですね、何パーセントの純度が出るとか確認を。あ、打ち込みとあの炙りと両方 OK じゃないとやっぱこういう商品って売れないんで、うん、そういうのはソムリエっていう人がいるんですよ。ソムリエ部隊っていう人が、そういう人たちがもうだから来て、でもちょっとこれは当たりが強いとか、そのなんかちょっと一瞬こう赤熱くなるだとか、すごいソムリエの批評が始まって、批評が悪いやつはやっぱりちょっと買えないなとか。なるほど、うん、そうか、それ売人は自分でやりだすとちょっともう気狂っちゃうから、まあ、それは絶対崩壊しそうですよね。まあ、まあ、いましたけどね、もちろん。ソムリエもでも薬中ってことだからそれちゃんと楽しんでる。そうだから、その日も私も思ってました、その日のその人の体調とかにもよるだろうし、だから3人ぐらいいた方が安心なんですよ、ソムリエが。その人だけだとちょっと信用しきれなかったりするけど、3人ぐらいの人が同じこと言ったらそうなんだろうなみたいな。へー、うん、すげーシステムだな。ちなみにその倉庫版の時はいくらぐらいですか、月？倉庫版はあの月いくらっていうわけじゃなくて、日払い状態なんで、はい、なんか5万円くれて、あとちょっと残りのシャブとかをくれて、それをまた売るんですよ。自分の場合そう、下っ端の時はその細かいお客さんっていう言い方だと、はい、あ、そうか、じゃあ5万のまずその日給があり、10g とかおまけでくれて、それを 10g を売るんです。そう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 。はあ、そうか、でもそれで言ったらもう1日で10万稼ぎたい。そうなんですよ。でやっぱ10万になったら50万50万と100万っていう風に目指していけるんで、100万になったら1000万1000万になったら億を目指すぞみたいに。へえ、売人始めたからまず1000万になったら何ヶ月ぐらい働いてますか？殺人の人が言ってた通り1年かからないぐらいで1000万ぐらいに到達して、あと半年ぐらいで億になるっていう展開だったかな。はあ、うん、そっか。え、倉庫前より運び屋の方が高いんですか？運び屋安かったでしょ。私もうこんなんで体かかってやだなって思ったのが、初めての時1回で10万円だったんですよね。自分の時は10万円で1キロ運ぶのに結構バカらしいなと思ったけど、でもスリルもあるなと思ったし、なんかどうせ私が今ここの都内でこれを持って運んでるとは誰も思わないだろうぐらいの気持ちもありましたね、どっかに。ちなみにそう、1日で1キロを何回運べますか？運ぶとき何回も運んでたし、その先ほども言った通り1回で5キロとかも背負ってたしっていうのはあります。だからじゃあ1日で運び屋の場合は3件とか4件運ぶこともありますか？ありましたね。そしたら40万。そうなりますよね。お、でもじゃあそれとんでもないじゃないですか、日給40万となれば。そうなったらそう嬉しい感じですよね。はあ、でも億、うん、となるとやっぱ自分が仕入れて自分が売るっていう立場になると無理ですよね。そこまでいかないと無理ですね。そっか、でもそれは運び屋とか倉庫番経験してし、そうです、なんとなく仕組み、仕組みとあとルートか、あのこうなんか年功序列じゃないんですけど、トップの人が逮捕されるとポコンってポジションが空いて、こう自分がポコンって入れたりするんですよね。はー、なるほど。それでその人にを必要としてた人たちが自分のがところに今度来るようになるっていうシステム。そうか、もうそうなったらもう1億億コースに行けます。もうだから貧乏出身だったからすごい嬉しかったですよね。でもそれ親とかめちゃめちゃ金持ってるの怪しま…そうなんですけど、うちはそのお金を入れてたらなんかすごい嬉しいみたいな感じで、きっとこいつは悪いことをしてると思ってると思うんですけど、なんかそこを聞かない家だった。はあ、じゃあ結構ちゃんと入れてたんですか？分かんないけど、だってとはいえ別にあの息子と親2人働いてなかったとしたら、はい、別に家に30万ぐらい入れるだけでも親からしたら超嬉しいじゃないですか。50は絶対もう一番下ラインにしてて、
もう臨時でもう50とかも全然あげてたし、そっか、じゃあ50こんな気軽にこいつ渡してくるんだ、それ怪しいと思いますよね。思うけど、味方も、味方っていうか絶対聞いては来ないんですよ、知りたくはないから。ただ私もタンス預金じゃないけど、やっぱそういう現金ってあんまりその口座とかにも入れておきにくいとかあるから、ちょっと預かっててっつって預かってもらって、家の中にこうお金を、なるほど、口座に入れれない現金がどんどん溜まってくるんですよ、家に。あ、そうですよね、それを預かってもらったりとかしてましたね。そうか、それで、そうだって家買ったとこ言ってましたもんね。あ、そうです、キャッシュで買いましたね、だから。それでも、そっか、てか、いくらの家買ったんですか。いや、それそんなでもないです、2500万とかです。でも、とはいえ2500万円いきなりポンって買って、うん、その目つけられなかったですか、その税務署とか。それ来なかったんですよ。私も、もう、これはもう、やったなと思いましたね、なんか。そうか、でももうちょっと金額がバカみたいな、1億の家とかだったら来たんですかね。来たかもしれないですよね。2500万円の家ってなると、うん、そうそう、税務署はノーマークでしたね。ノーマーク、そうか。はぁ、え、で、子供いる途中で捕まりますか。そうなんですよね。で、まあ、今回もうもちろん知ってるじゃないですか、子供、はい、今もう親他界してるんで、うちの子、はいはい、で、まず子供産んでから1回目捕まるの何歳ですか。子供産んでから捕まるのが27歳でも捕まってます。へえ、それ子供何歳の時。子供が3歳。はあ、3歳で捕まったら、そう、親が一応見てくれる。あ、その時は、その時は執行猶予で出てきてるんで、1、2ヶ月ぐらいいなかったぐらいですもん、裁判が終わるまでで。え、その時に親にバレるんですか、薬物の売人ってことは。親ね、最後まで知りたがらないまま他界してきました。へえ、なるほど。ただもちろん捕まったことがあるのは警察に使用で捕まってるじゃないですか、だから絶対そういうの知ってるはずなんですけどね、うんうんうん、親の心わからない。へえ、うん、そっか、だから子供の面倒とかめちゃめちゃ見てくれたし、うんうん、やっぱ自分そんな風に飛び回ったりしてたから。ああ、そっか、だから家族としてはなんとなく幸せな形だったんですか。そう、貧乏な時の方がいがみ合いが多かったけど、家族旅行とかも行ったりしたし、本当はたから見ると別に普通になんか機能してる家族になれてたのかもしれないですね。へえ、その時の方が、うん、すごい。え、でもじゃあ一応出てきて、でもそこ3歳だから別に、まあ、なんとなくお母さんいなかったかなぐらいしかならないですもんね。そうです、その刑務所行った時も多分そう、まだ、11歳ぐらいとかだから、はあ、ちょっといなかった、まあ、今もうカミングアウトしてるんですけど、その時はちょっと隠してましたね、さすがに。1年、まあ、2年半の実刑判決だったんで。へえ、うん、ちなみに30歳に売人で1億円プレイヤーになってるじゃないですか。で、刑務所行く時は何で捕まっちゃうんですか。いや、そっからやっぱりずっとそれをキープしてられたら幸せなんですけど、はい、どうしてもこう自分も浮き沈みがあって、はいはい、遊びすぎたりとかもあったし。遊んじゃうんですか。何で遊ぶんですか。なんか、いや、そう、ホスト行かないんですけど、自分もなんかインターネットカジノとか行ったり。はあ、そう、ギャンブル依存の血が入ってんですね。入ってたっぽいですね。捕まる前まではそうですね、捕まってからやめれたんですけど、ほうほう、なんかカジノとか。あ、そう、闇カジノ系ですか。あ、そうですね、やっぱ闇物好きですよね、なんでもね。結局その実刑判決の時に捕まるのは何で捕まるんですか。それは詐欺もしました、その時は。え、詐欺してたんですか。その飛ばしの携帯とか結構必要な世界にいたので、うんうん、でたまたまなんか捕まったのがその免許証持ってたんですよ、うんうん、でそれで作ったのがバレたって感じで。へえ、 それと薬の前科もあるぞみたいな感じで。はあ、その飛ばしの携帯っていうのはあれ薬物のために作ってたやつってことですか。あ、もうもちろんそれはもう必須な感じで。へえ、だからそれ結構バーって作ったりとかも同時にしたりしてたんですよね。へえ、そうか、そういうノウハウもさっき言ったその。あ、もう全部がもう周りが教えてくれたって感じです。もうみんなが教科書って感じの世界にいたんで。だからいい人のところを真似して悪い人は真似し、なんかこうどんどんその薬でダメになっていく人もいっぱい見てるから、そっちは真似しないようにしよう。のし上がってる人だけ、最初は本当自分は結構ろくな人間じゃない人ばっか見てたんですけど、その
やってる人でそのたまたまそうそう成功した人を見てしまったせいで、はあ、もし成功してる人と失敗してる人の違いは何なんですか？運じゃないですかね。運だけじゃダメか。やっぱりモチベでも絶対成功してやるぞみたいなのと、やっぱあと信用も大事な世界なんですよね。なんだかんだ言ってやっぱ信用ない人間とは取引しないじゃないですか。だから実績とかやっぱそういうのもすごい積んでないと無理だと思うんですよね。で言うとやっぱその倍でめちゃくちゃトップに行くような人はまあ多少やるんでしょうけど薬物に溺れてはいないですか？溺れてないですよね、成功してる人は。ああ、うん、なるほど。まあそっか、そうっすよね。だってそれ正気でいられないですもんね。そうですね、判断がやっぱ鈍って変なもの買っちゃったりとかもあるだろうし、あで、うん、そこはやっぱあくまでビジネスじゃほぼやんないぐらいの感じの、そうですね、人の方が成功しますよ、うん、やっぱ絶対それはありますよね。あ、まあ、そうっすよね、うん、はあ。溺れながらだと足元救われることが多いんじゃないですかね。え、じゃあその刑務所から出てくるじゃないですか。はい。息子6歳になってるんですか？じゃあ5歳小5ぐらいの時ですね。あ、小5。え、何年の期間じゃあ一緒に暮らしてないですか？2年半なんですけど、あの判決が、はい、あと仮釈もらってるから、まあでも2年ちょっとは離れてましたよね。あ、その時は本当にあのお金も止まっちゃうっていう心配がすごいあって、はあはあ、もうだからどんどん切り崩してってみたいな。私がだうちの親もだから裁判とかで娘がいないと困るって言ってくれましたもんね。ちなみに面会とか息子さん来るんですか？いや、それはもうあの知らせてなかったんで。そっか、手紙1回だけもらった時めちゃくちゃ嬉しかったですよ。なんかうちの親がうまく書いてくれたんでしょうね、あ、書かせてくれたんでしょうね、うんうん、で私でも和歌山って離れてるから親とか面会来なかったです。あ、そうなんですね。そう、和歌山で飛ばしの携帯の詐欺で捕まって、そうなんですよ。非常に分かってます。なんで和歌山で捕まなきゃいけないんだよ。そうですよねとはなんないんですよ、あんまり。あ、大阪で捕まって、大阪の拘置所の人ってその行くのが、まあ、和歌山刑務所近いところにこう女子ってあんま少ないから、多分は、あ、女子刑務所がね。そうそうそう、だから多分関東の人は栃木とかに行きやすくて、うん、関西の人は和歌山に行きやすいみたいな感じ。関東関西ともヤクザと付き合いがあったんですか？あ、そうですね。へえ、そうです、そうです、そうです。ちなみにそのシングルになってからの男性関係的にはその後も彼氏とかできたらみんなヤクザですか？あ、多かったですよね。やっぱり中国マフィアとかもいましたし。中国マフィアと付き合ったんですか？あ、そうですね。なんか人二人とか殺してるんですよ。それって中国マフィアで人二人で殺してる人と、しかも日本追放にな、国外追放になったんですよね。その友達？あ、日本人とのハーフだったんですよ。ほうほう。それで、あの1回目はなんか本当にカラオケとかでなんかたまたま頭ポンポンって叩かれてたらしいんですよ、マイクでポン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 って、うん、で、うちせえってなった時に相手が打ち所が悪くて死んじゃったんだって、私にはそう言ってたら、ただ不起訴だって言った2回目はあの命が惜しいか金が惜しいかって言ったら金が惜しいみたいに言って、じゃあ死ねって言って、それも本当かもしれないですけど、俺は壁に向かって撃ったのが流れ弾で当たったんだって言ってました。銃殺ってことか。そうそうです、そうです、そうです、そうです。で、まあ、そういう悪い人だったんで、あの日本追放になったんですけど、まあ、中国とかではあって。え、中国、日本追放になった後に、あ、中国で会ってますよね。会ってるんですか？そういうの、あの殺人を犯したことがあるっていうのが分かっても好きな気持ちは消えなかったですか？そうですね、別に。まあでもちょっと喧嘩とかの時のやっぱ殺気立ってましたよね。あ、こいつやってるから怖えなみたいな。そうですね、そうですよ。好きな気持ちが消えなかったので100歩譲ったとして、殺されるかもしれないって恐怖もあるじゃないですか。あ、そう、すごいありますよね、マジで。マジでやってる人の顔なんで。もうちょっとこう、ただまあ普段はなんか温厚な感じで。優しいんですか？まあそうですね。はあ、どこが好きだったんですか？いや、なんかとにかく優しかったんですよね、めちゃめちゃ。そこですかね。なんか私その本当になんか悪い方とかにめちゃめちゃ興味の好奇心が止まらないタイプで、だからそういうなんか、うん、人とか好きになりやすかったり。そうか、じゃ悪いことしてればしてるほどもなんか魅力に感じるポイントが高いみたいなのありましたよね。抱かれたいってなるんですか？そうかもしれないですね。その恋愛の揉め事で
あの危ない目にあったことないですか。なんかもうすごかったですよ。一回なんか、まあ、結婚するしないみたいなやつの時に。それ誰？あ、その2人殺してるやつですね。あ、中国人のマフィアと。そうそう、その時なんか向こうもワイン1本となんかたまたま持ってたなんか安定剤があったんですよ。その安心の記憶が飛んでるっていうんですけど、それは本人にしかわからないことなんですけど、うんうん、でもマジでなんかめっちゃ右左のパンチを食らい、うん、次の日ここもパンダさんになりましたね。でなんか勢いでパスポートまでビビに破られちゃって、それで私やばみたいな、すごい作戦だったなみたいな、日本に、あ、中国で起きたことなんですけど、日本に帰りたくても帰れない作戦すげえやりやがったなと思いましたもん。やばいですね、うん、すごい。その間じゃその子供はあのご両親に預けっぱなし、預けっぱなしも、だって中国にいる時、あ、いや、もうその時とかって結構息子も大きいから一緒に連れてったりとかして、うちの子も会ってますよ、中国人マフィアと。2人殺してるのも知ってますね。全然してるし、一緒に写真とかも撮ってるし、やば、はい、そうなんですか、 お父さんって呼んでみたいな感じで。そうです、そうなんですか。 その人を紹介してもらった、なんか日本、あ、中国でのなんか殺し屋の、うん、なんか飲み仲間で、こいつ殺し屋なんだ、へえ、みたいな感じでしょう。あ、目怖かったです、やっぱ。なんか、なんつったらいいんだろうな。なんかやっぱちょっと光るものが近いんですよね。へえ、てか中国人にはやっぱ未だに殺し屋みたいな人がいるんですね。そう、だけど、全然儲かってないさそうなんですよ。その、まあ、私のその最初の運びの値段じゃないけど、人殺しても、50万ぐらいとか聞きます。いや、確かにその。なんかリスクと金額合わなすぎじゃないですか。はいはいはい、はい。うん、50万ですか、人殺して。だからいっぱい殺してると思います。数こなさないといけないから。確かに、うんうん、あの年間で10人殺しても500万と考えると、うん、だから相当殺す。相当殺さないとダメですよね。そう、だからそう、結構安いお酒とか飲んで、なんか普通の庶民的な生活を送ってたイメージがあります、殺し屋たちは。いいように使われてるんですね。そんな感じです、そんな感じです。え、まず日本で中国人系のマフィアとはどうやって出会うんですか。あ、もうそれもだから、そのステップアップしていった仕事の中で、やっぱり大きく扱ってる人たちっていうのは、中国からやっぱ下ろしたりとかもあったんで、あ、もう10キロとか100キロとかのレベルですよね、500キロとか。その10キロとか100キロとかは、じゃあまず、あの、買う方だとするじゃないですか、スノーさんが、中国人から。どこでまずもらうんですか？あ、受け渡しは、それこそ倉庫みたいなとこもあったし、すごいおしゃれホテル、おしゃれ、あ、それもホテル、高速とかでもう車と車でパッ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 みたいなのがあります。高速道路の中。あ、そうです、そうです。やっぱ一番足がつかないの、高速走ってる時。へー、とか走行中に渡す。走行中もあの全然あったし、合流先みたいな、そういうところとかでも、 あ、サービスエリアとか、そうですみたいなところもあったし、いろんなバージョンがあります。走行中やばい。走行中やばいですよね。何キロで渡すんですか、時速。もうなんかだって走行中ってそうそう100キロとかじゃないですか、高速。高速はさすがに100キロの時は渡せないんで、あの徐行中の時ですよね。ああ、なるほど。徐行できるタイミングでそうそうそう、ちょっと窓開けてウィーン開けてウィーン開けて、そうそうそう、いう感じで。もうでもそれもタクシーをもう買収しちゃってるんですよ、運転手を。へえ。なんでタクシーがやっぱその時安全だったんで、でタクシーの後ろでバーッとお金も数えたり、もう買収してるから1日いくらで、まあ、10万とか渡す感じで、へー、もうずーっと動いてもらったりしてたんで。すげえな。そうか、そんなことやってると中国人と直接取引できるなんです。まあそうで、そういう、うん、大口の買い主みたいにもなっていきますよね。そうか、300キロとか買うといくらなんですか。いくらで買うんですか。私ね、300キロまではね扱ってないんですけど、あの口利きとかで、そうですね、100キロいくら払うんですか。まあね、その時の本当相場があるんですよ、はあ、1キロが、まあ、数百万とかでって感じで買えるんで、はあ、うん、じゃあ100キロとなるともうだんだん割引もなってきますよね。あ、じゃあ、まあ、もうちょっと待ってくれる。数千万払って買うみたいな。あ、そうですよね。あ、でも逆に言うと向こうが数千万払ってくれる大手と一緒に。そういう風になりますよ。だからお金は常にこう持ってないといけない、現金でビシッと何でもいいものを吸収していくんで、ちゃんとお札の向きとかビシッとこう、はいはい、こう軸の形の作り方とか、あ、見やすいようにね。はあ、すげえ。
信用ですよね。なんか一回イラン人とかでも千円札でごまかそうとしたやつとかもいたから、もうすぐピピって感じです。はあ、なるほどね。他にじゃあ海外から仕入れるみたいなのはどういうルートを辿ってるんですか？あ、もう全然海外の向こうの現地の人たちが、まあ、用意してくれて、私もあんまり深掘りしなかったんですけど、どっから用意してもらってとか、はい、でも一個の国から送るとやっぱりすごい怖いから、チェンジチェンジチェンジっていう風にしてたり、仕込み方もあるんですけど、段、はい、ボールでまあ送ったりするんですけど、はい、1キロとかを、はい、その絵の額縁あるじゃないですか、はい、そこの縁にギーって入れたりとか、へえ、いろんな絵を重ねて、はい、結構重みが出るから、そこに何キロか仕込まれてるよみたいな。へえ、子供のおもちゃとかそういう。へえ、に混ぜるんですか？混ぜますね。自然な感じをいかに装うかっていうのはありますよね。ただ X 線結構厳しいです。あ、じゃあ飛行機で運ぶのは最近はもう不可能？まあ、ほとんど今厳しいんじゃないかなと思いますよね。飛行機、船の方がいいんじゃないですかね。中国の、でも中国めちゃめちゃ厳しい国なんで、あの他の国に住んでる中国人っていっぱいいるじゃないですか、うんうん、その人たちが口を聞いてっていう感じ。それでまた国をまたいでっていう、3カ国ぐらいは絶対またがないとダメなんですよね。郵送とかかけるときにわざわざ違う国まで持ってって、その違う国から送ってとかいうことをする。ただそれはもう自分の場合は直接じゃなくて、その人材派遣、先ほどの言った、うん、まあ、その息子が紹介してくれた人とかがもう向こうに住み着くんですよね。へー、その運び屋としてね。まず核災災っていうのは大体原産地はどうなんですか？原産地ブラジルとか、まあ、メキシコとか普通によく聞くじゃないですか。あ、そうなんですか？そうなんですよね。であとは、はい、あの三角地帯って言われてるところ、タイとかミャンマーとか、はい、あの辺はもう本当にガチガチに安く手に入るし。へえ、タイとかミャンマーとかブラジルとかから中国人を経営して来る場合もあるし。そうですね、中国人通さないで本当に現地の人で来る時もあるから、その時はなんか通訳とかすごい頑張らなきゃいけないって感じ。もう Google 翻訳いっぱい使って、へ、うん、やっぱ英語とかもちょっと喋れた方が多分こういう仕事を、まあ、やる人いないだろうからアドバイスはないんですけど、いいのかもしれないですね、はい、へえ、すごいな。え、中国で捕まるの何で捕まるんですか？中国は大麻ですの使用で、なんかちょっと遊んじゃってちょっと拘置所でにまで行ったって感じです。へえ、なんか日本とやっぱ全然違う感じ。あ、中国の拘置所。そうです。どんな感じなんですか？まず人数が30人ぐらいの部屋にパーンって入れられるんですけど、はいはいはい、なんか日本って一応布団とか、人権じゃないけど布団とが与えられるんですけど、はいはい、そういうのは与えられなくて、はい、なんか岩盤浴とかにある枕、はいはい、あの硬いやつ、うんうん、あれとなんかもう夏だったんで毛布2枚ぐらいなんですけど、こうやってすいませんみたいな、なんか入れてくださいみたいな感じで、みんなもうこうくっついて寝る状態で、15人部屋となんか点検つって、そのなんだろう、違法なもの隠してないかとかそういうので、日替わりごとに30人部屋15人部屋みたいにしてって で結構いろんな多国籍な人もいたし、ご飯は本当にまずいです。びっくりする。まずいです。何でですか？いや、もう質の悪そうな米に白菜しか入ってないのスープだけ。へえ。それ以上って感じです。もうそれが永遠に出るような感じで。まずそうですね。白菜しか入ってない。で、なんか鶏肉が入っているとなんかみんなそれをこう8ヶ月とか何ヶ月もその当初にいる人たちがなんかいいところだけ取ってみたいな。あ、鶏肉で取って。取って、でなんか入ってきたのが浅い人とかはなんかサラサラの部分だけみたいな。でも全然まずいからいいんですけど。具なしのスープとか。そうそう。ただその日本違うのが、なんか日本だと包丁ってお菓子とかも一応頼めるんですけど、うん、その注文するときになんか鉛筆でこう書いて、なんか多分その番号でこう入れるような感じなんですけど、向こうだとなんか iPad みたいなのがあって、こうタッチ操作で、うん、なんかご飯とかトイレとかはすごい古い感じなのに最新でした。はあ、なるほどね。機能は充実ですね。PayPay支払いみたいな、WeChat 払いなんですけど、はあはあ、ピピって。はあ、なるほどね。ちなみに、今回の
オランダからの麻薬特例法で現行犯逮捕っていうのはオランダで捕まるんですか？いや、これは日本なんですけど、もう本当に思い上がってて慢心してて、その人材派遣のみんなに頼んでたことを百発百中みたいな人生だったと思ってるんで、うんうん、その受け取るのに、うん、もういいや自分で行っちゃえみたいな、取りに行っちゃったんですよ自分で。まず、人材派遣はいつも誰かが受け取りに行ってくれて、で誰かが運んでくれる、はい、そのギャラを一旦、スノーさんが受け取り、でそこから抜いて、運べにお金を払うっていうことをずっと商売としてここを数年やってた。そう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 、はあ、でそれでもう要はその運び屋の人たちが全然捕まらないから、これじゃあ運び屋使わず私が運べばいいやと思ったところ、うん、なんかその時人もいな、なんかちょっといいタイミングでいなかったっていうのもあるし、他の国に行ってたりしてますとか、日本でオランダのやつを日本でキャッチしたかったんですけど、それでちょっともう行っちゃってもいいかなみたいな、ちょっと悪のなんかちょっとアルコールも入っちゃって、まあ、自分で受け取りに行っちゃおうみたいな行っちゃったんですよ。そう、本当に愚かで、それで休憩7年食らってます今。え、マジでオランダから来た、あ、それはもうオランダの知り合いっていうか、まあもちろん大元、あ、売人の大元から、何で運ばれてる、船、それは飛行機でした。飛行機でまず来るじゃないですか、はい、それは、人間が持ってくるんですか？あ、違います、飛ばしてくれました。空輸便で、空輸便で飛ばして。それどこに来るんですか？一回アメリカ経由して、オランダ、アメリカで日本って感じですかね。じゃあアメリカから日本に来た時に受け取りはどこでしたんですか？受け取りはもちろんホテルを予約して偽名で、はあはあ、でそのホテルに着くようにして、はい、でその大体税関検査中みたいなので、うん、大体わかるんですよ。その基本はなんか止まったりすると、あ、はいはい、その税関手続き中みたいな。なるほど。その荷物があまりにも遅かったりとか、あ、まあ、そこから、あ、ちょっとこれ怪しいなとか、うん、そういうさじ加減で測れるようになったんですけど、割といい感じになってて、ちょっと怪しいなと思ったけど、もう行っちゃったんですよ。あ、なるほど。ちょっと遅いし、これ警察に目つけられてる状態かもしれないけど、絶対行かないですよ。そういうのはもう行かないようにしたんですけど、あ、でも受け取っちゃっていいやと思って、うん、そのホテルに行ったら警察も来たってこと？あ、めっちゃ来ました。ホテルのフロントに預けさせるんですよ。自分は上の宿泊客なんですけど、はいはい、そのもしかしたら海外から荷物とか届いてたら受け取っといてくださいねみたいな感じにしてて、うんうん、あ、その荷物が届きました。受け取った瞬間に来たってこと？受け取ってんか、でも見た時ちょっと怪しいなっていうなんかあったんですよ。箱が綺麗だったり、はい、あ、開けられてたんじゃないの？あ、そうそう、コントロールで、そうそう、なんか綺麗すぎるから、あや、これやってるなとか思ったんですよ。だから一回置いたんですよ、うん、やめようかなって、受け取るのやめようかなと思って。あ、ホテルのフロントで？そう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 、はいはい、でその後どうしようかなって思って、でまあ一回なんかいけるかなって、もう一回見ていけるかなと思った瞬間にブワッて囲まれました。じゃあフロント警察、警察にフロントで囲まれるんですか？囲まれました。へえ、それが今年、え、去年の10月？あ、そうです、そうです。 いつ保釈されたんですか？保釈されたのは8月末ぐらいですね。今年の？あ、そうです、そうです。だから10ヶ月ぐらい勾留されて。あ、それはなんか取り、もう捜査期間ってことですか、ずっと？そうです、もうずっと何も喋んないじゃないですか。完全黙秘で裁判もあって。はー、その場合黙秘貫くとどうなるんですか？なんかね、黙秘貫った方がでも刑事事件っていいと思うんですけど、そのいらないこととか言うと、そのそれが全部証拠ってなるから、裁判で。ただ悪いのはその本当に反省してる感じ出ないじゃないですか、うんうん、完全黙秘って。やっぱり自白してる人の方が正直だなって裁判官の人は見てくれると思うんで、はあはあ、ただ刑事事件は、まあ、みんな監黙みたいなのがちょっとデフォっていうか。へー、うん、で今保釈されてて。はあ、そっか。そのあんまり詳しく分かんないんですけど、裁判の判決が出る前に一回保釈されるんですか？保釈申請、まあちょっと何回かやって通んなかったんですけど通りましたね。あ、そうなんですか。へえ、すごいな。で、息子さんはじゃあ海外にいるんですか？あ、息子いますよ、日本にいて。なんか今回のこれを機にもうそうやっていろいろ悪いことしてきて、それで
やっぱりいろんな法律とかも必要なんですよ。このこういう悪いことと法律なんか紙一重じゃないけど、うんうん、法律の抜け穴を探してるようなことをしてきてるじゃないですか、うんうん、だから弁護士目指すって言ってました。よかったっすね。はい、それでなんかやっぱ、うん、これを機にちょっとそういう風に構成しようかなって思ってくれてる。そうそうそうです。あ、よかったですね。そうなんです。スノーさん自身はどんな心持ちなんですか今。私ですか。もうやっぱ最初は捕まった時は一番頭おかしくなりそうなぐらい急にもう別世界にバンって入れられた感じだったんで、うんうん、ただもう今腹をくくってますね。それで早く行って健康で早く帰ってきたいなっていう感じですね。もう何しろ今日もちょっと友達来てくれてたじゃないですか。ああやってもう裁判でにずっとその私の周りってその自分だけがそのこういうことをしてて誰も周りの人はそういう子たちじゃないって、うんうん、だから本当にみんな青天の霹靂みたいな一体何があったのって感じで本当にびっくりされてて、うん、でみんなそのなんとかねその私を出すが早く社会復帰できるようにって嘆願書とか書いてくれたりその裁判傍聴しに来てくれたりもうすごいずっと私接見禁止って言ってその面会とかさ面会ができない状態だったんですけど、うんうんうん、それがその保釈され2週間前に解除された時も、うん、もう本当にみんな欠かさずずっと来てくれて、あ、で、まあ、本当に今息子とかもその保釈に一生懸命掛け合ってくれたりとか友達たちがこんなにも恵まれてるのに、うんうん、もう自分は本当にまあ愚かだったなって思うし、うん、周りの子たちが本当に普通の生活してて普通の子たちで、うんうん、ずっとそれでもこんな自分でも仲良くしてくれるっていうのもやっぱりすごいありがたいことで、だから友達とかのためにも変わりたいって思いましたね。あ、ちゃんと思えてるんですね。思えてます。はあ、ちゃんと足を洗おうって気持ちでじゃあ今からそうですね、あの刑務所に行こうっていう。そうです、そうです。あ、よかったです、それは。あ、本当にそう思ってます。なるほどね、すごいな。でも、そっか、何年ぶりに捕まるんですか。捕まるのは、中国の拘置所が2019年なんですけど、それ抜かして日本だけの計算だったら13年ぶりとかじゃないですか。はあ、なるほど。すごい、13年ぶりの刑務所って。そうなんですよ。それで、しかも年じゃないですか、はい、もう出てきたから結構な年じゃないですか。だから、やっぱりもういい加減に真面目に落ち着かなきゃって気持ちは本当にあります。そうだって、まあ約30年の犯罪歴ですもんね。はい、決してずっと捕まらなかったわけではなくて、まあ、ちょこちょこ、まあ、捕まったりもしてる犯者ですよね、私ね。そうですね、犯者ですね。もうしかも本当に仕事はヤクザとばっかりしてきて、ちょっとヤクザにいろんな稼ぎの稼ぎ方を教えてもらってっていう。はあ、それって分かんないけど、男の人だったらヤクザに入れってなってましたか、普通に。かもしれないですよね。なんか結構ヤクザとかになんか女のくせになんか不良のしのぎに首突っ込みやがってみたいなのとか、結構そういう目には合ってますよね。いろいろてめえとか言って、はい、なんかでもケツ持たないけどいいのかとか、いいみたいな、関係ないみたいな。あそこ結構、ただそっか、やり取りはしてるけど別に組織の一員ではないですもんね。そうなんです。だから仇のくせにみたいなので結構狙われやすかったりとかもあったんですけど、まあ、女なんでなんか許されるところがあって、へえ。それがなんかちょっと特権だったっていうところあります。またなんかこの見た目が全くそんな感じに見えないってのも、あ、それもすごい、だから結構特権だったのかもしれない。入れ墨入れてないですか。あ、入ってないですよ。それがだってそうだから、こういう子がまさか持ってるわけない的なのですごい重宝されてたのはありますね。だから仕事もしやすいっていう、まあ、女とは仕事したくないっていうのは結構多いんですよ、やっぱり。あ、そうなんですか。そういう世界なんですけど、なんか許されてたっていうのはありますね。へ、確かになんか勝手なイメージ、ゴリゴリタトゥーの人とかだったらそういう女性番人とかもいそうだなとか思うけど、ちょっと童顔の感じの人がやってると思わないですもんね。そっか、でもまあどん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 高額が売れるようになってったから、もう最終的にはヤクザ通さずに海外とつながったってことなんですもんね、うん、はあ、そうか、海外と直接やり取りするようになってから今度逆にもヤクザに下ろすようになるんですか。あ、そうですね、それもありましたね。あ、下ろし先がヤクザ、すげえな、うん、息子と手組み始めたのは何歳でしたっけ。
一緒に人材派遣やりだしたのは、まあ、5年ぐらい前とかだったもんね。へえ、19歳じゃ息子だ。そうですね、その前から息子もなんかちょこちょこ悪さ、へえ、もう警察に呼ばれることは結構もうすごいあったんでそれドキドキしませんでした？だって息子の件で警察行くけど本当は私の方が悪いことしてるんだけどっていうのがどっかであるじゃないですか。あ、どっかではあるんですけど、でもやっぱり親心っていうのもすごい勝つんで、すごい、それ行くんですね。行きます行きます、もちろん行きます。え、息子の、そうですね、身元引受人とか何でも警察呼ばれたら未成年の時とかも頭下げに行ったりとか裁判とかもあったりとか。へ、うん、その時にお母さん前科ありますねってバレるじゃないですか。いや、それがバレないっていうか振ってこないんですよね。へ、なので私もそこはなんか弁護士の先生とかにもあえて言わなかったんですけど、うんうん、前科あるけど大丈夫ですかみたいなのを言わなかったからっていうのもあったのか、なんか言われなかったです。そうなんだ、すごい50年ですね。そうですね、結構濃いですよね。はあ、え、どこかで足洗いたいなってこの50年捕まる手前までで何回もありましたよ。やっぱり一回その自分の中ですごいもう達成感みたいなのを感じた時に、一回30歳ぐらいの時にもう、あ、奥稼いだ時、そうもうその時には一回もうまともになろうみたいな、うんうん、でなんかちょこちょこそういう会社員みたいになってみたりするんですけど、やっぱり安定した収入とかその親にその入れるお金のあれとかが限界が出てくるから、貯金とかも崩れてくるとどうしてもなんか結局戻れましたっていうやつだったんですね。もうここまでどっぷり使うと戻らないとか戻れないとか思ったりしてます、ね、でもさすがに老後のこととかも考えて、もうあとはやっぱり本当に今回の何回も言うけど周りの支えが大きかったから、はあ、でもじゃあ本当出所後、まあ、56ぐらいなっちゃうかも、55か6ぐらいで出てくるとして、出所してきたらどうな、あ、どうして、なんか結構長く行くから資格とかが取れるんですよ、そういう人って、はあ、なのでなんか介護とかそういう福祉系の仕事がしたいなと思って、自分の父親も最後晩年ちょっと体壊して介護自宅で最後見とったんですけど、うんうん、その時とかも結構すごい上手だねとか言われてたんで、あのこうお風呂の介助とか、うん、そういうのを一緒にヘルパーさんとかとやってるうちにちょっとなんかそういうのも自分向いてるかもしれないなとは思ってます。へえ、老後は普通にそんな奥稼ぎたいとかそういう野望はもうないです、うん、はあ、じゃあこれからじゃちょっとお勤め頑張ってください。ありがとうございます、頑張っていっていきます。ちなみに なんで出ようと思ってくれますか？人生の生産でもう同じことやらないぞっていうので、こうやって話しちゃいけない結構例えばその道の方法とかそういうのも全部暴露しちゃってるじゃないですか、うん、これでできなくなるじゃないですか、まあ、そういう真面目もあります。はあ、なるほどね、わかりました。じゃあ、はい、出てきたらまだ喋りできください。はい、お待ちしてますんで、はい、はい、ありがとうございます。今から判決行ってきます。ちょっとすごい心臓バクバクしてるけど頑張ってちょっと行ってきます。歯ブラシセット、歯ブラシセットとあとタオルのセット、懲役セットを持ってちょっと頑張ってきます。